はい、今回はコンフォートゾーンの抜け出し方についてお伝えしていきたいと思います。この話聞いてもらったらコンフォートゾーン、つまり自分の居心地のいい場所ですよね。そこを抜け出して次のステージに行くことができるようになります。なんでしっかり聞いて、今の、環境っていうのがもし気に入らないんだったら、抜け出して次のステージ行ってくださいね。はい。よくメールの問い合わせとかでですね、あるんですね。特にメールの読者さん第1号、ボリューム1での問い合わせっていうのが、私は、自分で自分の理想の人生を歩みたいと。だけど、自分が今いる場所っていうのを抜け出すことがなかなかできない。これまで何回もチャレンジしたきたけど、何回も失敗していると。結局、自分の今いる場所に戻ってきてしまうっていうんですね。つまりコンフォートゾーンを抜け出すことができないと。じゃあどうやったら抜け出せるんですかっていうような、返信をよくいただきます。なんで今回はそれについてお伝えしていきたいと思います。コンフォートゾーンを抜け出す方法ですね。はい。コンフォートゾーンを抜け出す方法っていくつかあるんですけれども、まず押さえておきたいこと、コツですね。コツは2つあります。コツ1、まず、認識すること、自覚ですね。コンフォートゾーンを自覚すること。今のコンフォートゾーンですね。を自覚すること。で、コツ二つ目ですね。コツの二つ目は、理想のコンフォートゾーンを、イメージして紙に書き出す。まあ、理想ですよ、言ってる。理想のコンフォートゾーンを、これ現在。現在ですね。こっちは、理想です。字がすみません、ちょっと急いで書くんで字が汚いんですけど、理想をイメージで紙に書き出してください。別にこれ成功法則の話をしてるんじゃないんですよ。紙に書き出す、実際に、この紙に書き出すって行為は潜在意識に強く入るんですね。僕も今年収で言うと、昔理想にしていた年収を超えてるんですけど、その時もですね、その当時は全然、大学生だったんですけど、大学生の時にイメージしていた年収っていうのは、1000万ですね。1000万円欲しいなと思ってました。で、1000万円欲しいなと思って、で、目標をいろいろ紙に書き出したんですね。年収1000万っていうのもそこに書き出しました。で、他にも20個ぐらい書きましたね。留学とか、理想のこういう彼女と、付き合って結婚して子供は何人でとかっていうのをですね、具体的に書き出しました。で、それ全部叶ってますね、今。本当に全部叶ってます。この紙に書き出すっていう行為は本当に強力なんで、ぜひやってみてください。いろんな本読んだら書いてありますけど、実際効果があるから書いてあるんですよね、あれっていうのは。本当にそうですね。で、理想を具体的にイメージしてくださいね、これ。なんとなくじゃなくて、具体的にイメージしましょう。具体的にイメージしますね。今あるコンフォートゾーン、自分が今どんな環境なのかっていうのをまず、自覚しますね。で、それをどういうふうに変えたいのかっていう理想形ですね、をイメージして具体的にしていきましょうってことです。実際これ紙に書いたことっていうのは僕はもうずっと忘れてたんですよね、実際。実は忘れてました。10年くらい忘れていて、10年くらい忘れていて、で、久しぶりにですね、帰った時に実家にその紙を見たら、なんと全部叶ってたって感じでしたね。そうですね。ずいぶん前に叶ってましたけど。そういうことがありました。なんで、まず、コツ一つ目、二つ目、今を自覚して、理想を、具体的に認識するってことをやってください。はい。で、これができた上で、やることがあります。コンフォートゾーンを抜け出すためには、これが一番早いんじゃないかなっていうのは僕のイメージですね。フェイクイットとか、例えば、フェイクイットってご存知ですかね。その自分になりきるみたいなやつありますよね。体重100キロの人が、体重60キロの自分になりきってみるとか。とか、成功法則の本とかに書いてあるのは、自分が理想としている成功者の屈
口癖を真似てみるとかね、まあそういうのも確かにいいと思いますよ。いいと思うんですけど、まあ、できることはやってもらって、あと何ですか、その人の持ち物を持ってみるとかね。でもまあ無理じゃないですか、持ち物を持つとかっていうのは、いきなりポルシェとか買えないわけなんで、ちょっと難しいじゃないですか。なんでね、まあそういう場合はちょっと今はポルシェが、修理中だからこの車に乗っているっていうイメージをするとかもいいと思うんですけど、僕がやった感じだとあんまり続かない。だからあんまおすすめしないです。まあできるやつはやってみるといいですよ。口癖なんか本当にやってみるといいですね。口癖を真似してみるっていうイメージして、理想の自分をイメージして、その自分だったらこんな口癖だろうなと、こういう時こういうこと言うだろうなっていう口癖を真似するっていうのは非常に強力なんで、これはまあやってみてください。で、今日言いたいのはそこじゃなくて、環境です。環境を整える、環境を整える、これが非常に効果的ですね。はい、環境を整えましょう。理想の環境っていうのを作るってことです。はい、で環境っていうとやっぱいろいろあるんですけど、まず付き合う人を選んでください。付き合う人を選ぶ、これなんか人を選ぶみたいで嫌なんですけど、そういうふうに思われちゃうと、付き合う人を選ぶっていうのは非常に重要です。僕らのね、人格とかっていうのは周りの人のフィードバックによって成り立ってるんですよ。例えばそうだな、まあ、僕今子育てしてますけど、子供に例えばバカだな、お前バカだなとか言ってたら本当にバカな子になっちゃうんですね。本当にバカな子になっちゃう。だからそういうこと言わない方がいいですね。まあ、心理学で言うとラベリングとかって言うんですけど、その周りの人のフィードバックによって自分を認識していくんですよ。私たち人間、僕たち人間っていうのは、なんで付き合う人を選ぶっていうのは非常に重要です。つまり自分にとって理想的なフィードバックを返す人と付き合いましょうってことです。僕は20歳ぐらいの時っていうのは非常に、ダメな人間だったと自分では思ってます。あんまり素行も良くなかったですね。さすがに犯罪とかはやってないですけど、それこそもう本当にバカすぎて自分がですよ。まあ離婚とかもしてますしね、その頃。まあ、まだ20歳とか21歳とかそのぐらいですよ。あんまりいないじゃないですか。そのぐらい、良くなかったですね。人生の中でもあれは暗黒期でしたけど、やっぱりその時付き合ってた友達とか、周りにいた人っていうのは、なんていうのかな。まああんまり良くなかったんですよ。普通にできちゃった結婚みたいなことを推奨するような感じ。別に僕できちゃった結婚が悪いとか言ってるわけじゃないんですけど、後先考えずに突っ走れよみたいな感じだったんですね。いや、後先考えないともういい、みんな迷惑するんで考えた方がいいですよね。でもそういう人たちがいっぱい周りにいたんで、そのフィードバックを受けてそれが当たり前だと、それが正しいと僕は思い込んでしまいました。正しさっていうのはいろいろあるんで、それだけが正しいわけじゃないのに、自分のね、周りの人の迷惑も考えずにいろいろやっていた結果、まあそういう暗黒期になっちゃったんですね。でもそこから自分の理想としてる理想像っていうのをイメージしました。どんな人生を自分は送りたいのか、自分は、どんな人たちと付き合いたいのか、で周りを見ていたらやっぱり少なかったですけど、ちょっとだけいたんですよ。本当にこのカップル素敵だなとか、このカップル素敵だなと、こんなカップルになりたいなと、こんな恋愛がしたいなと、で、こんな生活がしたいなっていう人たちも中にいましたね。なんでそういう人たちと付き合うようにしました。そういう人たちとだけですよ。そういう人たちとだけっていうのが大事。それまで付き合ってた、あんまり理想じゃない友達っていうのはもう全員、連絡取るのやめましたね。まあしばらく連絡来てましたけど、まあ付き合わないようにしました。で、理想的な友達とだけ付き合うようにしたら、本当に僕の、評価っていうのは全然ガラッと変わっていったんですね。あ、で、自分の中で、無意識のうちに変わっていきましたね。人生っていうのが良くなってきました。なんで付き合う人を選びましょう。本当に選んだ方がいいですね。
はい、でこの2つ目いきますよ、環境整えの3つあります。全部で2つ目出会いです。でこれ会いに行くっていうのがですね、はい、出会いです。出会いは本当に人生変えますね。人生が180度変わるってことも、まあ、よく聞く話ですよね。出会いは大事。じゃあ出会いってどこで出会うんですかっていう人いるんですよね。僕の友達とかにもね、僕が変わっていった話とかしていくと、まあ、こういう出会いがあって、こういう社長さんと会って僕がいろんなことを学んできたんだよとかっていう話をすると、じゃあそういう社長さんどこにいるのって話されるんですよ。まあ、聞かれるんですけど、じゃなくて会いに行くんですよ。しっかり会いに行く。自分でそういう社長さんとか、まあ、社長に限らずですけど、理想の人がいたら会いに行けばいいですよね。本を読みました。この本の著者に感動しました。もうこの本に感動しました。著者に会いたい。会いに行くんですよ。連絡取って、まあ、講演会とかやってる人も結構多いし、まあ、何とかセミナーとかね、出版記念セミナーとか やってたりするわけなんで会いに行くんですよ。その会いに行くっていうのができない人が多いですよね。で会いに行くだけ、本当にコンフォートゾーン抜けられない人の多くは、そういう出会いに投資しないんですよね。セミナー行きました、セミナー東京ですと、ちょっと東京まで片道1万円かかっちゃうとかね、でセミナーが5000円だから全部で1万5000円、ちょっとそこまではできませんわとかってね、いう感じになっちゃうんですけど、だから抜けれないんですよ、コンフォートゾーンを。1万5000円抜けない自分を抜けたいのにもかかわらず、それに対する行動を取らないですよ。もう一回言いますよ。1万5000円抜けれない自分がコンフォートゾーンですね、今。で、今このコンフォートゾーンを抜けようとしてるのに、このコンフォート以上の行動を取らないから、いつまで経っても抜けれないんですよ。だから、行動を取りましょうと。で、会いに行きましょうと。人にね、会いに行きましょうと。それが大事です。出会いは本当に変えますよ。だいたい出版記念セミナーとか、まあ、なんとかセミナーとか行くと、懇親会がありますね。で、懇親会行ったらもう、真っ先にね、その人の横に座るとか、正面に座るとか、もう近くに座るんですよ。僕なんかいつも横に座ってますよ。ほんと横座ってますね。なんでいつも横座れるのかっていうと、横いつも空いてるんですよ、そういう人の横って。だからまあ遠慮なく座らせてもらって、いろいろお話聞かせてもらうんですね。うん、だそういう出会い、会いに行きましょう。環境を整えます。で、その人がもしなんかコミュニティやってたら入った方がいいですよ。まあ、30万、40万するかもしれないですけど、入った方がいいです。だって、人生変えるっていうのは、そのぐらい投資する価値ありますからね。だって、なんて言ったらいいんだろう。だってこれから先何十年もあるのにもかかわらず、今その投資すればいい話じゃないですか。ここから何十年も変わってくるんで、やろうよって思うんですけどね、僕は。本当にやろうよって感じ。この間、それこそ僕も、リアル店舗の、その、コンサルとかっていうのが増えてきたんで、ちょっとリアル店舗系の勉強しようと思ったんですね。まあ、インターネットビジネスができてたら、まあ基本は同じだし、まあネットビジネスというか、まあネットマーケティングが最先端なんで、まあリアルのそんな、リアルのことね、勉強して、なんかすごい、なんて言うんですか、そんな勉強になることなかったんですよ、実際。だけど、入りましたね。入ってみて思ったのは、やっぱ、そこの講師の人とかっていうのは、もう何十年もそのリアル店舗のコンサルやってるんですけど、まあ正直僕の方が知ってる分野も多かったんですよ。もちろんその人の、知見っていうのはすごい高くてね、尊敬してるんですけど、その人のことは。だけどね、だけどまあちょっと僕の方がね、その最先端について詳しいかなと思いました。だけどやっぱ会いに行って、そのコミュニティ入ってよかったなと思いますね。リアル店舗のリアルっていうのがわかるんですよ。実店舗を持ってる方の雰囲気っていうのがわかるんですね。だいたい50代ぐらいの人が多かったんですけど、そう。だからすごい勉強になったし、そのコンサルの先生に会って話してみて、
やっぱ人生の勉強みたいなのになるんですよね。やっぱ出会ってよかったなと、会いに行ってよかったなと思いました。まあそのコミュニティ今でも入ってるんで、まあ、定期的に会おうと思ったら会えますしね。電話しようと思ったらできますし、うん、なんか電話しようと思ったらできるっていいですよね。はい、まあ出会いに行ってください。コンフォートゾーン抜け出す方法は出会いに行くことです。それから三つ目ですね。3つ目、出会いに行くのが一番なんですけど、じゃあそのセミナーの日、会社休めないとかあるじゃないですか。だからもう四六時中情報に触れる。四六時中情報に触れる。まあそのセミナーに行ったとしても触れた方がいいですね。その人に出会いに行きました、でそれでテンション上がって終わりって人も結構いるんで、その後大事ですよ。四六時中情報に触れましょう。その本を何回も読むとか、その人が出してる音声を聞くとか、まあ、なんかテープとか、YouTube に上がってるんだったらその YouTube 聞くとかしましょう。もう四六時中触れた方がいいです。四六時中。もう一回聞いて終わりじゃなくて、もう常に聞くんですよ。BGM かのようにその音声を流しておくんですね。で、四六時中情報に触れましょう。はい。触れると。情報に触れましょう。これができたらだんだん、変わってきますね。はい。もうこれは普通ですよね。で、注意点っていうのがあります。注意点。注意点っていうのは、まず、注意。居心地悪いです、正直。出会いに行きました。で、情報に触れました。すっごい居心地悪いです。今までの自分にはない部分を見せられるんで、自分に足りないものを見せられるんで、居心地悪いです。すごく居心地悪いです。居心地が悪いです。逆パターン考えるの分かりますよね。今の現状で、もっと、何ですか、ホームレスみたいな生活をいきなりしろとかさせられたら居心地悪いですよね。橋の下に寝るとかっていうのは、居心地が悪いはずです。それはコンフォートゾーンの外にあるから居心地が悪いんですね。コンフォートゾーンこれありますと。自分のコンフォートゾーンが。まあ、理想的なコンフォートゾーンが、こっちにあると。この辺にあると。理想じゃないやつがこの辺にあると、まあ、ここね、まあ、上も下もあるんですけど、まあ、自分のコンフォートゾーンここからここで、で、まあ、ホームレスとかなっちゃったらすんごい居心地悪いですね、ここね。で、同じようなことがここでも起きます。ここでも居心地悪いです。もう会話についていけないし、そんなことも知らないのみたいな目で見られることもあると思います。話すごいつまんないねみたいな顔で見られることもあると思いますね。そのぐらい居心地悪いぞ。同じぐらい居心地悪いかもしれない。もしかしたら。なんで、それはもう覚悟していきましょう。別にいいんですよ。むしろコンフォートゾーンから抜け出そうと思ったら、居心地が悪い場所に行かなきゃいけないです。居心地が悪いぐらいじゃないと、そこはコンフォートゾーンの外ではないので、居心地の悪い場所行きましょう。うん。いいですか？もう本当居心地悪いですよ。僕も何回も悔しい思いをしてきました。悔しい思いしてきましたね。で、今でもするようにしてますというか、むしろ。もう本当に悔しいこと言われたりするんですよね。そう。でもその悔しいっていうのが、まあ、理想の認識じゃないですか。さっき、初めに言いましたけど、今の自分の認識と理想の認識なんですよ。で、それ言ってもらうっていうのがありがたいですよね。ここが違うんだっていうことがわかるわけですね。ここが違うんだって言ったら、お金の使い方なんかもそうで、お金持ちの人ってお金の使い方全然違うんですね。僕なんかはもともと母子家庭でしたし、なんならお母さん入院してたんで、何ですか、まあそのまま15の時死んじゃったんですけど、お母さんは生活保護みたいなのを受けてた家庭で育ちました。だからそんなお金ないんですよね、普通に。お金も結構節約してお母さんは頑張ってましたけど、まあ買いたいものをそんな買えるわけでもないっていう環境ですよね。で、お金持ちの、まあうちの奥さんのうちが、
結構お金持ちなんですよね。そんな、そんなすんごいじゃないですけど、ある程度お金持ちなんですよ。で、その奥さんのね、お母さんと話してるともう、お金の使い方が全然違うなと思って。そんな簡単にそんな、何万円もする服とか買えるんだっていう感じですよね。ちょっと初め衝撃でした。あ、そんな簡単に旅行とか行っていいんだっていう。あ、自分に許可が下りたみたいな感じですよね。でも、やっぱお金持ちってそんな感じなんで、すごい勉強になりましたし、自分のコンフォートゾーンの外にいたんですよ。お母さんが。でお母さんに学ばせてもらって、というかまあ結婚したんで普通に会話の中でそうなってくるんで、どんどん自分のお金に対する制限っていうのもなくなってきましたね。で今ねお伝えしたコンフォートゾーンを抜け出す方法をぜひね実践してみてください。3つお伝えしましたね。まあこれももう1回ぐらい聞いて、ぜひ踏み落としてください。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。